チャーリーズ・エンジェルは2000年のアメリカ合衆国のアクション映画。監督はマック・G、出演はキャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューなど、同名テレビシリーズの映画化作品である。2003年に続編、チャーリーズ・エンジェル・フルスロットルが公開された。全米初登場1位を記録。チャーリー・タウンゼント探偵社で働く女探偵、ナタリー、ディラン、アレックスの3人は、今日も任務をそつなく遂行していた。そこへ一つの依頼が舞い込む。内容は誘拐された男の救出。彼は通信ソフト会社、ノックステクノロジーの創設者、ノックス。ノックステクノロジーは、過去に、買収の話を受けていたがノックスはこれを拒否。その買収相手の通信衛星会社、レッドスター社のオーナー、ロジャー・コーウィンが、今回の事件に絡んでいると見たエンジェルたちは変装、色仕掛けを巧みに使いコーウィンに接近、情報を収集する。エンジェル探しが難航したが、結局キャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューの3人が演じた。監督は、多くのミュージッククリップや CM を手掛けてきた、マック G で、最先端の VFX が駆使され、ワイヤーアクションも話題を呼んだ。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、皮肉たっぷりのチーズケーキに、見栄えのいいアクションシーンをごちゃ混ぜにした、チャーリーズ・エンジェルは、オリジナリティに欠けるにもかかわらず、巧妙でそれなりに楽しめる。であり、146件の評論の内高評価は 68% に当たる100件で、平均点は10点満点中 6.21 点となっている。メトクリティックによれば、34件の評論のうち、高評価は15件、賛否混在は14件、低評価は5件で、平均点は100点満点中52点となっている。ありがとうございます。